トゥランドブリューの時間です。はい、天皇陛下が世界に向けて発信したスピーチの内容が歴史を揺るがすレベルでヤバすぎた。今回は天皇陛下が公の場で語った日本の超古代信仰についてお話ししていきます。はい、ということで始まりましたよ。始まりました。皆さんは2022年に熊本県で開催されたアジア太平洋水サミットはご存知でしょうか？知らないです。でしょうね、このアジア太平洋水サミットというのは、うん、日本を含む30カ国の首脳や閣僚級、国際機関の代表などが参加し、うん、急速な経済発展による水不足、河川、海域、地下水の汚染といった深刻化する水問題の解決を図るために話し合うという国際会議なんですよね。おお、なんかすごそうな会議やね。そう、このアジア太平洋水サミットで天皇陛下がね、うん、人の心と水、信仰の中の水に触れるという、うん、記念講演を行ったんですけれども、うん、まあ、このスピーチがね、とんでもない内容やったんですよ。気になる。そう、まあ、天皇陛下が公の場でスピーチするって、うん、あんまりイメージないやん。イメージないね。なんか手振ってる感じのイメージしかない。なんとも言いにくいコメントが。なんかそれはコメントしにくい。この動画を見てくれてる全ての人に何がとんでもないかを伝えるためにまず、うん、いくつかの情報を共有したいと思います。はい、天皇陛下ってね、うん、日本神話において天も地も滑る最も尊い神様である天照大神の子孫だと考えられてるわけですよ。うん、日本という国家の成立も天照大神の子孫、初代神武天皇が即位した瞬間からまあカウントされてるからね。そうやね。文字通り天皇とは日本の象徴とも言える存在なわけですよ。もう神話と歴史の境目がまだ曖昧な時代から続く神様の系譜というわけなんですよね。ね、直系のね。そう、まあ、こんなこと言う言ったら、いや、サム思想強ってね。まあ言われそうやけども、僕は特にね、まあ、もちろんすごいと思いますけど、うんうん、天皇陛下に対してなんか特別強い感情を持ってるとか、うんうん、そういうわけではないですからね。うんうんうん、まあ、シンプルに天皇とはこういう存在だよと説明してるだけでございますからね。はい。で、話を戻すと、うん、まあ、神代の時代から続く系譜が現存し、うん、その神様の直系であり、エンペラーと言えるのは世界的に見ても天皇しか存在しないんですけれども、うん、まあ、それがゆえに日本の象徴として持ち上げられすぎたり、うんうん、まあ、いろいろな形で利用されてきた歴史もあるんですよね。うん、確かに ね, ね, ね、普通の国やったら、うんうん、まあ、野心あふれる人がそのエンペラー倒して、うんうん、自分のオリジナル王朝立ち上げたりするんよ、普通は。普通はね。でも日本だけは奇跡的に、まあ、天皇という制度が保たれ続けたわけですわ。うん、ね、それでは、ね、天皇という存在が誕生する前の日本というのは、うんうん、どのようなものだったのでしょうかっていう。そうね。そうなってくるわけですよ。うんうん、で、これは危機の記述によると、天皇につながる神様が地上に降り立つ前は、うん、大国主という神様が日本中を回って、ね、人々にこう農業とか医療、まじないを伝えてたわけですよ。うんうんうん、で、大国主が少なびこらとタッグを組んで、うんうん、国づくりをしてた時代ですね。なるほど、なるほど。そしてある時、天界の天照大神が地上を見たわけですよ。最近の地上ええ感じやねえと。よく考えたら地上はわらわの土地やったわ。今すぐ返してちょうだいと、まあ、言うてきはったわけですよ。あの理不尽だね。そう、ね、そんなん急に言われても地上の神々からしたら、いや、そらないっすよと、頑張ってやってきたんすよ僕たちって、まあなるやんか。そらそうや。で、こうして天照大神率いる高天原の神々と、うんうん、大国主率いる地上の神々との間でバチバチが繰り広げられていったんですよ。で、最終的に大国主が分かったと、大きな社を作ってくれるなら隠居するわと約束し、出雲大社を建ててもらって、うん、まあ、地上を天照大神に明け渡したわけですね。国譲り。そう、国譲りですよ。ね、まあ、このチャンネルを見てくれてる方なら、まあ、ほとんど知ってるかと思いますが、この出雲の国譲りという出来事の後に、地上に降り立ったのが、うん、天照大神のお孫さんである、
ニニギの御事なんですね。そうやね、まあ、天の孫と書いて、うん、まあ、天孫降臨というやつでございますわ、うん、有名なやつですね。そうで、この神話のストーリーを見ても分かるように、もともと地上を統治していたのは出雲族であり、うん、出雲の国移りをきっかけに、まあ、ニニギをはじめとする天孫族に統治が切り替わったことがね、うんうん、分かりますよね。そうやね。ということはつまりですよ、天皇の系譜がスタートする前の時代は、うん、まあ、出雲の信仰とか、それよりさらに昔の縄文の信仰が、まあ、スタンダードだったということが、まあ、考えられるわけですよね。うんうん、そうよね。縄文時代の信仰といえば、岩倉信仰とか、湧き水、滝などに宿る龍田神信仰でしたよね。うん。日本各地に存在する巨石とか、湧き水がある場所の近くに採取をしていた形跡がね、うんうん、まあ、たくさん見つかってますし、はいはい、まあ、縄文土器の中にも、まあ、こんな感じでね、おー、ね、蛇みたいな形をした土器とか、龍の顔面みたいなね、完全にそんな感じやね。そう、そんな形をした土器も見つかってるんですよね。はいはいはい。古代出雲族にも水神信仰とか龍神信仰の名残があるわけじゃないですか、うんうん、ね、だから縄文時代の信仰と古代出雲族の信仰っていうのは、まあ、グラデーションのように、まあ、重なっていったと考えることもできますよねと。そうやね、似てるからね、すごい、うんうん、しかしね、それらの信仰が出雲族に勝利した天孫族によって上書きされたり、うん、まあ、隠されたような形跡があるのもまた事実なんですよね。まあそう言うよね。そう、今でもね、メジャーな神社の裏山にね、ひっそりと岩倉があったり、うん、湧き水があったりするのは、はい、まあ、縄文とかね、古代出雲から続く信仰の名残とも言えるわけですよ。さらにね、もともとその土地の主祭神だった神様は、まあ、境内の抹茶とか麻老土砂に追いやられたという歴史がありますし、ね、日本最古の歴史書といわれる危機にも龍の姿は一切登場してないと。そうね、なんなら一番龍に近いヤマタノオロチに関してはもう敵キャラとしてね描かれてますからねと。めちゃめちゃ怖い敵キャラみたいな、ベロンベロンにされて首切られてるからねでもまあね、うんうん、アマテラスからなる天孫族の敵が、うん、まあ、龍神さんを信仰していた勢力だとするなら、うん、まあ、この流れはなんとなく理解できますよね。まあそう書かれそうよね。そう、アマテラス大神の系譜である天皇より前に存在した信仰と、まあ、隠された経緯がなんとなくイメージできましたかね。うんうんうん、まあ、めちゃくちゃ前置きが長くなっちゃったんですけど、うん、まあ、これらの情報を踏まえた上で、はいはい、ね、アジア太平洋水サミットにおけるまあ天皇陛下のスピーチが何がヤバかったかっていうのを説明していきます。わー、どうなんのこれまず、アマテラス大神の子孫である天皇陛下が、国際的なアジア太平洋水サミットの場で、自分たちの先祖神のことではなく、それ以前の信仰と考えられる、まあ、山岳信仰とか、龍神信仰について、詳しく述べられたんですよ。龍神も？そう、それが激ヤバポイントなんですよ。あらららららら、天皇陛下が任期降臨前の信仰とか、うん、龍神の話とかしてええのみたいな、うん、しかもね、天皇陛下が龍神について触れるとなると、うん、まあ、ちょっと前に出したね、ニュージーランドのワイタハ族、うん、テポロハウ長老の動画の内容ともね、ピタピタにリンクしてくるんですよ。あー、龍の話だもんね。そうね、この動画の反響もめちゃくちゃすごかったんですけども、うん、ワイタハ族の長老の間で受け継がれてきた口伝の中にね、うんうん、水の大切さとか水のような生き方の重要さを伝えるとともに、うん、地球上の一部の民族は宇宙からやってきた龍族の末裔であるというね、衝撃的なお話がありましたよね。あったね。そう、ね、そんなワイタハ族の口伝によると、ワイは水を表し、タハは容器を表すと言います、うん、で、テポロハウ長老曰く、肉体を満たす水とは龍のことであり、うん、ワイタハ族の肉体は龍の入れ物であると、はいはい、ね、語っていましたよね。ねえ、さらにニュージーランドのワイタハ族は銀龍の末裔で、うん、日本人は龍族の長である金龍の血を引いているっていうね、そういうお話でしたよね。つまりワイタハ族は水と龍神を深く結びつけて考えているということになるわけですよね。これは、そうよね。そして今回ご紹介する天皇陛下のスピーチも、うん、水と龍がメインテーマになってるんですよ。同じやん。そう、で、この話をこの時代に、しかも世界中の要人がいる公の場でしたっていうのは、何か大きな意味がありそうですよね。うん、言うて去年でしょ。そうやね。それではね、いよいよその衝撃スピーチの内容に触れていきたいと思います。はい。天皇陛下が世界に向けて発信した衝撃の内容。アジア太平洋水サミットにおける天皇陛下のスピーチは、うん、実は YouTube でも見れるんですよ。あ、そうなんや。だから重要なところだけピックアップしてお話していきますね。はい。
天皇陛下はまずこのようにお話しされています。日本の至るところから湧き出る豊かな水が豊穣な大地を作り、先祖代々続く人々と水との関わりがその地域固有の文化と社会を形成した。これは日本のみならずアジア太平洋地域をはじめとする世界各国の地域でも同様である。まあ簡単に言うとね、人間の文化と社会の形成は水の存在がめちゃくちゃでかいよとおっしゃってるんですね。はいはい。水サミットが開催された熊本県もね、湧き水がもう非常に多い地域ですし、その湧き水を起点とした古代集落の痕跡もたくさん見つかってるわけですからね。確かに。でさらに天皇陛下はこのように続けています。人々の水への感謝や恐れがやがて水を心の清めや祈りの対象へと変化させ、水を通じた信仰へと発展していった。これは日本だけではなく世界各地で見られると。わかりますかね。天皇陛下の序盤のスピーチの流れっていうのは、水信仰の成り立ちとともに、この流れは日本だけではなく、世界中で起こったことなんだよということを強調してるんですよね。でこのような強烈な前置きの後に、水につながる伝説や水信仰と結びつくことが多い日本の山岳信仰のお話に切り替わっていきます。山岳信仰っていうのは日本中で見られる民族信仰の一つの形態であり、その代表的な例が富士山や白山、大峰山や大山などの信仰であると。ああ、なるほど。ね、このようにお話しされているんですけども、ここが重要ポイントなんです。まあ、これを見てください。はい、今、天皇陛下がね、山岳信仰の例に出した山ですよ。まあ、富士山、白山、ね、大峰山、まあ、大山ですね。はいはい。まあ、富士山といえば、まあ、古事記日本書紀ではなぜかスルーされている霊山。で現在は天照大神の孫、ニニギの妻である、この花咲夜姫が祀られている。はい、古紙古伝の宮下文書には大和王朝以前の富士王朝の存在が描かれていましたよね。白山ね、主催人はあのくくり姫ですよ。はいはいはい。ね、日本書紀のある文に曰くイザナギとイザナミの仲を取り持ったよとされていましてね、天照大神のご両親ですから、イザナギとイザナミっていうのははいはい、その仲を取り持ったってことは、そのさらに前の縄文時代から続く信仰の可能性がありますよねと。あるよね。ね、この栗姫というのはね。で、この大峰山というのは、奈良県の天川村にある修験道の修行場なんですよ。ほうほう。鬼を従えたと言われる遠藤つぬが開山した女人禁制の、まあ、霊峰なんですね。で、近くの天川神社は、あの、弁財天を祀っている。はいはい。で、大山ね。中国地方最高峰の霊山ですよ。西側から見るこの大山は、出雲富士とも言われてるんですよ。出雲富士。そう。で、大山の中腹にある大神山神社奥宮の主催人は、大国主なんですね。大国主。そう。いずれも危機ではほとんど触れられていない霊山ばっかりですよね。おそらくそのほとんどが、イニギ降臨以前から続く古代信仰だと考えられます。なるほど。それじゃあね、イニギの妻、この花咲夜姫が祀られているとされる、富士山はどうなのかって話ですよね。そうね。富士山自体は危機でスルーされてるにしても、主催人はニニギの妻であるこの花咲夜姫ということになってますからね。で、この謎を掘り下げる前に、また少しだけ日本神話におけるこの花咲夜姫のエピソードをおさらいしておきましょう。あ、大事やね。ね。地上に降り立った天孫ニニギさんは、大山摘という山の神様から、娘の岩永姫とこの花咲夜姫を妻にと贈られるんですね。はいはい。ね、しかしね、ニニギはお姉ちゃんの岩永姫をごめんタイプじゃないという理由でお父さん大山摘の元に送り返してしまうんですよ。で、岩永姫を送り返したニニギは、ね、お父さん大山摘の怒りを買い、ね、石のように長い寿命いらんってことやなってなって、そっから神様へのに寿命がついてしまう。なってたね。富士山にまつわる神社の多くで、この花咲夜姫や岩永姫が祀られてるから、これらのエピソードっていうのは富士山周辺で起こった出来事だと普通は考えられてるんですよ。まあそうなるよね。そう。でもね、これってよくよく考えたらめちゃくちゃ不思議なんですよ。ほうほう。なんでかというとね、ニニギは最初、宮崎県の高千穂に降り立ってるんですよ。そうね。それやのにね、四国とか大和を飛び越えて、いきなり富士山のこの花咲夜姫と出会ってるって、なんか不自然なのよね。遠いね。遠すぎる。ちなみに宮崎県の西都市に、ニニギとこの花咲夜姫が出会ったとされる藍染川っていうのがあるんですよ。おー、そっち側なんですね。そう。で、この花咲夜姫の墓と言われる
メサホズカ古墳まであるんですよね。おしかも古事記ではこの花咲夜姫の本名をカムアタツ姫と記しているんですけども、うん、このアタとは鹿児島県の薩摩国にちなむ名前だと言われてるんですよね。おだからこうやって見ていくと、うん、この花咲夜姫って九州出身のように思えてきませんか。全部九州やな。全部九州なのそうなってくるとますます山梨県と静岡県の間にある富士山に、うん、この花咲夜姫が祀られてるのはなんかおかしい感じもしてくると、ね、えもしね富士山に祀られてる神様がもともとはこの花咲夜姫ではなかったとしたら、うんまあ、どんな神様が祀られてたのかっていうのがね、あ大事気になる、まあ、気になってきますよね、うん、実はね、うん、この花咲夜姫以前の信仰を探る重要なヒントが富士山に存在してるんですよ。富士山に存在、そう、まあ、神社にはね奥宮っていうのがあるじゃないですか。ああはいはいはい、ね、奥宮っていうのは大体境内にはなかったりして、うんまあ、その神社からちょっと歩いた山奥とか、うんうんまあ、海上に浮かぶ島にあったりします。お参りしやすいのは本殿やけども奥宮は険しい自然の中にあるから、うん、実はもともと神様をお祀りしてたのはこの奥宮なんじゃないかとも言われてるわけですよ。なるほど。で普通奥宮って一つの神社につき一つであることがほとんどなんですけども、うん、富士山の頂上付近には、うん奥宮が二つ存在してるんです。おららら二つ。そう。で、そのうちの一つがね、うん、標高3712メートル位置する、浅間大社奥宮なんですけども、うん、この浅間大社奥宮は、日本で2番目に高い標高に鎮座する神社と言われており、うんまあ、その御祭神は、まあ、この花咲夜姫なんですよ、ね。おー、そこは咲夜姫だ。ここまではまだわかるやんか。うん。しかし、浅間大社奥宮より3メートル高い、もう、標高3715メートルの、日本一高い位置に、はい、東北奥宮と言われる、くすし神社が鎮座してるんですね。へぇー。この花咲夜姫系の浅間大社の奥宮より、うん、少し高い位置に、うん、もう一つの奥宮があるってどう考えてもおかしない。おかしいよな。しかもこのくすし神社の主催人がなんと、なんと、大国主。大国主。スクナビコなんですね。そうなの？これまた完全に、ほう。イニギ降臨前の、ほう。出雲信仰ですよね、これ。そうよね。まあ、この辺はいずれまた掘り下げますけども、うん。まあ、こう見ていくと、この花咲夜姫が主催人となる前は、うん。全く違う信仰だった可能性が、浮かび上がってくるわけですよ。そうよね、3メーター高いところに。せやねん。さらにね、先ほども言いましたけども、白山のくくり姫は、ニニギどころか、アマテラスよりさらに前のイザナミの時代に登場する神様やし、うん、大仙もこれまた大国主が祀られているし、うん、天川神社の弁財天も封印されし、セオリツ姫が正体なんじゃないかと、ね、言われてたりもしますよね。うん、つまり、天皇陛下がスピーチで紹介した山岳信仰の例はもう全部、ニニギからなる天皇の系譜よりさらに古い神様を祀る可能性がある霊山だったわけですよ。ですね。そう、天皇陛下ご自身が自分たちの先祖神より前から続く信仰を紹介するって、うん、しかも公の場でね、うん、普通は考えられないことなんですよ。そもそも天皇というのは日本のアイデンティティの中核ともいえる象徴的な存在ですからね、うん、そんな感じで、まあ、いきなり世界に向けてぶっ込んだ感満載のスピーチですけども、お話はさらにね、うん、とんでもない方向に進んでいきます。なんとね、ここから、うん、水と関係が深い蛇神というテーマに切り替わっていくんですよ。ほうほう。しかも日本だけじゃなくて、世界的な規模でお話が展開されていきます。まず、このように、縄文時代の土器がいくつかスライドで表示されていて、うんうん、これらの土器は蛇の模様をかたどっていることが説明されていくんですよ。まあ、天皇陛下の口から、まあ、日本では古来より蛇が信仰の対象となってたよということが語られたわけですよ。ほう。さらに古代からね、蛇を神様、あるいは神の使いとして祀るのは、日本だけじゃなく、アジア、欧州、南北、アメリカ大陸、アフリカと、ほぼ世界中に広がっており、うん、また多くの場合、そうした蛇には、大雨、日照り、雨乞い、虹や雲といった、気象にまつわる神話や伝説、言い伝えが残されていると。ほう。ねえ、おっしゃってるんですよね。うん。日本の龍神信仰もね、気象にまつわる伝説が多いですけども、うん、まあ、世界中に広がる蛇信仰も似たような特徴を持ってるわけですよ。さらに、
アジア太平洋地域において、うん、文明が起こって以降宗教の広まりとともに、うん、蛇にまつわる神話と、まあ、その偶像が移動を始めたよとほーいうことが説明されていくんですよ。あらららららら、世界のどこかで起こった蛇神信仰が、うん、世界中に広がっていったと、移動して広がったということですよ。ここで例に出されたのがアフリカの水神マミワタとアステカ文明のケツァルコアトルです。まずね、アフリカに伝わる水神マミワタさんを見てください。はい、明らかに蛇神であり、女性の姿をしてますよね。女性っぽいね。もう3つ顔があるのが特徴です。おお。さらにアステカ文明やマヤ文明で信仰されていたククルカン、もしくはケツァルコアトルに関しても蛇というか竜やん。竜やね、これは。ちなみにケツァルコアトルは羽毛のある蛇という意味なんですけども、おお、まあ、顔面のドアップ見ても蛇よりかはちょっと竜よりに見えますよね。ちゃんと顔っていうかね。ね、竜の顔というか。そう。ワイターハトのテポロハウ長老も竜の一族の一部はアメリカ大陸に渡ったと話されていたので、うん、まあ、この辺もなんか絶妙に繋がってきますよね。確かに。でさらに、うん、天皇陛下はヒンドゥー教の蛇神ナーガについて掘り下げていきます。天皇陛下曰くね、ガンジス川での清めに重きを置くヒンドゥー教では水にまつわる神々が重要な意味を持っていると、うん、で半信半疑のナーガ像が多くの寺社の中に肖像として残されていますと、うん、で実際にね、天皇陛下自身も2012年にカンボジアのアンコールワット寺院を訪れていて、うん、多くの場所でナーガの彫刻を目にしたと。カンボジアの建国神話にはナーガが大地を覆っていた水を飲み干して土地を作ったというお話もあるから、うん、ナーガと水との強い関係が伺えますよねと、うん、ね、こんな感じで説明されてるんですよ。へえ。それにしてもこう天皇陛下がアンコールワット寺院に行って、まあ、ナーガ見てるっていうのもすごい話ですよね。確かに。ここでも、まあ、水神イコール蛇神というのと、うん、世界的な蛇信仰のつながりが、うん、まあ、強調されてるんですよ。実際にこのスピーチの中でも蛇神信仰は移動してると発言されてますし、世界中に広がる蛇信仰の起源はもともと一つだったのではないかという気がしてきますよね、うんうんうん、この言い方やとね、うん、というか天皇陛下はそのようなことを伝えたかったのではないかと思ってしまうほどなんですよ、うん、そしてここからね、うん、天皇陛下のスピーチは核心に迫っていきます。おお。なんと世界中に広がる蛇信仰の話をした後に、うん、日本の蛇神である宇賀神について掘り下げていくんですよ。これは大阪本山寺にある宇賀神像なんですけども、トグロを巻いたこう蛇の上に人間の頭がちょこんとね乗ってますよね。うん、宇賀神像っていうのは日本中で多く見られるんですけども、まあ、女性のパターンも複数存在します。おー。一般的に宇賀神っていうのは貴賀神二十歳の氏神であり、うん、稲荷大明神の正体ともいわれる宇賀の御霊に由来すると、まあ、考えられてるのよ。うんうん。しかしね、滋賀県にある日本最大の湖である琵琶湖の竹生島にある弁財天像の頭にも、うん、宇賀神像が乗ってるんですよ。頭の上に。もうどういうことみたいな。まあこれはもう日本でしか見られないとんでもない神仏混交の形っすよね、これ。そうね。だって弁財天自体が日本の神様とインドの女神が集合してる存在やのに、うん、その頭の上に宇賀の御霊と蛇神が集合したね、宇賀神が乗ってるわけやから、すごい混ざってる。意味がわからんと。で、ここから天皇陛下は、この弁財天についても言及していくんですよ。あらあら。弁財天といえば、日本三景の一つである、広島県の厳島とか、ヨットで有名な神奈川県江ノ島などが有名ですけども、うん、いずれも島という水に関わる場所に祀られてますよと。ね、スピーチの会場となった熊本県内にも、弁財天さんを祀った島があるとされており、山岳信仰の山としてよく知られる奈良県の大峰山の二千山頂には、天川弁財天の奥宮がありますよと。大峰山は古くから紀伊平野を、さらに近年には大和平野も潤す豊富な水量を持つ吉野川の水源となっていて、うん、水と弁財天信仰との密接な関係が伺えますよと。そうやね。このように語られているわけですよ。うん、弁財天は日本では七福神の一柱に数えられる神様で、うん、まあ、弁天様としてね、はいはい、人々に親しまれてますけども、一般的には、うん、インドで発したヒンドゥー教の水神、うんうん、ね、サラスバティが原型となっており、仏教の伝播とともに日本に伝わったと言われてます。はいはい。さらに弁財天は日本土着の水神である一木島姫とか、うんうん、セウルツ姫と同一されることが多く、竜神として扱われることも多いんですよね。
弁財天さんはね、うんうん、日本では弁財天とともに龍神が祀られているのがよく見られます。はいはいはい。で、空海の逸話の中でも、うん、干ばつを救った禅女龍王というのは、うん、弁財天とともに祀られており、金色の蛇の姿をしていたと言われてます。ほう。さらに太平記絵巻には弁財天イコール龍神という描写がされていたり、五頭龍と弁財天という有名な逸話も残されています。そして天皇陛下はね、宇賀神のテーマの締めくくりとしてこのようなお話をされました。蛇を通じた水の信仰は大陸を旅し、うん、海を越えてアジアの人々そして日本の人々の心に大きな足跡を残しているのです。おー、これね、淡々と話されてるから普通にポケッと聞いてたらよくわかんないんですけど、うんうん、すごいこと言ってるんですよ、うん、天皇陛下のルーツである二義降臨以前の蛇神信仰に触れているのもとんでもないことですけども、うん、蛇を通じた水の信仰が大陸を旅し、うん、海を越えて世界中に広がっていったと、まあ、発言してるわけですからね。すごいな。そう言うたら、世界中で崇拝される水神蛇神信仰の起源は同じだよみたいなことを言うてはるんですよ、うんうん、まあ、世界各地で見られる蛇神信仰の根本は全てつながっていると、うん、そして天皇陛下のスピーチはここからね、龍に関するテーマに入っていくんですよ。うわ、さらに。そう、最後に龍にスポットライトが当たるんですよ。へー。天皇陛下はね、伝説や想像上の生き物とされる龍は中国では仏教などの宗教が起こる数千年前にはすで、うん、にその概念が形成されてたと発言してるんですよ。言ってる。そうで、それに関する様々な例を挙げていきます。はい。この図はね、その例を示したものらしくて、紀元前6000年以上前のヤンシャオ文化の中華第一流や、紀元前3000年以上前の高山文化の壁玉流には、すでに龍の姿があってると言います。ほう。権威の象徴でもあるね、中国の龍っていうのは、水を司る存在として崇拝され、うん、古代から雨乞いの対象ともなっていたようです。うんうん。先ほどのお話にも出た、蛇神信仰の特徴にも似てますよね。ねえ。中国にはインドに住むコブラのような蛇はおらんから、うん、古くからあるこの龍の概念が、伝来した仏教の蛇にまつわる教えと集合し、うん、東アジアとか東南アジアに伝わっていったとも言われてますと。つまり古代中国においては6000年以上前から崇拝されていた龍の概念が、うん、蛇にまつわる信仰と集合し、うん、世界中に広がったんじゃないかと、うん、お話しされてるわけですよ。そういうことよね。そう。で、天皇陛下はさらにね、うんうん、奈良県の室生には龍が住むという洞窟があり、うん、9世紀にはここで雨乞いの儀式がね行われていたことが日本記録という歴史書に記されていて、干ばつ、大雨といった異常気象の際には龍は祈りの対象となり、うん、各地にそういった水流の伝承が残されているよとお話しされてるんですよ。めちゃめちゃ言うてるね。そう。その上で、うん、龍の中には九頭龍と呼ばれる9つの頭を持つ者がいて、おらららら、石川県の白山と長野県の戸隠山が九頭龍信仰との関わりが深いと、うん、発言されてるんですよね。はー。そう、天皇陛下の口から九頭龍の存在が語られ、石川県の白山と長野県の戸隠山が九頭龍信仰に関係が深いと具体的な地名まで明らかにされてるんですよ。言うてる。すごっ。それこそね、日本神話では悪者として描かれるね、ヤマタノオロチは、うん、古事記では古氏のヤマタノオロチと記されており、はいはいはい、古氏の国の存在であることがわかりますけれども、うん、まあ、古氏の国といえば、うん、福井県の敦賀を境として広がっていた古代日本における超大国ですよ。日本の政権がね、大きく入れ替わったと考えられる大化の改新後に、越前、越中、越後に分割された歴史的事実からも、うん、その影響力の強さが伺えるしね、うんうん、で、この古氏の国には白山がある石川県も含まれてるし、はいはいはい、戸隠山も非常に近い位置にあるんですよ。で、大和のうちの出身地と、うん、で、その場所が九頭龍信仰に関係が深いよと天皇陛下さんが言ってもうてるから、言ってもうてる。この流れから考えると、スタノが倒した大和のうちの正体は越、うん、の国周辺で崇拝されてた、うん、九頭龍だと、うん、言ってるような感じになっちゃうんですよね。そこがピタピタになるもんね。そう。で、この辺の地域を深掘りするだけでも相当すごいことになりそうなんですけども、うん、まあ、天皇陛下の口から敵サイドとも言える九頭龍信仰のお話が出るのはまあ面白いですよね。すごいよね。天皇陛下は他にもね、熊本県八代市の妙見神社におけるガメと呼ばれる、うん、亀と蛇が合体した中国伝来の架空の動物について解説してるんですよ。ほう。ガメは古代中国において龍の6番目の子供を指し、妙見祭は五穀豊穣を願う祭りであることを考えると、
竜と水、うん、日本とアジアのつながりを感じさせるよとお話しされてるんですよ。うん、ちなみに妙見神社のご祭神である妙見神っていうのは日本古来から伝わる神道や仏教が集合し北極星や北斗七星を崇める精神信仰と呼ばれるものです。へー、妙見信仰っていうのは陰陽道の考えを軸にしつつ、うん、大国寺に通じる五穀豊穣というキーワードや、うんうん、ね、亀の中にある龍、亀といった要素は、うん、出雲の龍神信仰や出雲の神門である亀甲門なんかを、はいはいはい、まあ、連想させちゃうわけですよね。まやね、だ古代中国の陰陽五行思想と日本の古代神道の考えが混じり合って生まれた陰陽道と、うんうん、古代出雲族の信仰が集合してこのような亀信仰が広がったと考えるとはめちゃくちゃおもろくないですか。おもろいこれ。そう、ちなみにね、鹿児島市にある妙見神社は主祭神こそね雨の水上主なんですけども、アイドルの祭神は一木島姫、うん、イコール弁財天、大国主イコール大黒天、スクナビコナイコール恵比寿だと記されてるんですよ。おこれまた古代出雲の信仰が出てくるわけですね。ねえ、ばっちり。ね、だいぶサムの考察も入っちゃってますけど、ガメについて語られた天皇陛下は次のような言葉で龍神のお話を締めくくられてます。これまでのお話のように日本をはじめアジアの各地で水への感謝や恐れが蛇や龍という具体的な形をとった神話や偶像となり、うん、その信仰に加えて伝来した新たな教えなどが一体となって、うん、少しずつ形を変えながらも、うん、アジア、太平洋の国々に広がっていった過程がお分かりいただけるかと思います。はい、人々の水への思い、感謝や恐れは蛇や龍の形となり、ね、大陸から海を渡って各地域をつなぐ文化の一部となったのです。時間と距離を超えた人と水との深い関わりはアジア、太平洋地域に住む人々にとって揺るぎない共感と連帯の土台を形作っているようにも思います。うん、まあ、このように語られているんですよね。はー、この後に世界的な水問題に対するメッセージでスピーチは終わってるんですけども、うん、なんとなくこの声のヤバさ伝わりましたかね。ヤバさは伝わりました。天皇陛下自身は淡々とお話しされてるから、うん、まあ、普通に見てたらこの凄さ分かりにくいんですけど、うんうんうん、一つ一つ掘り下げていくととんでもない内容だということが分かりますよね。うん、まあ、天皇陛下のお話で天皇陛下のルーツといえる仁義降臨以前の古代信仰のお話がメインテーマで、うん、まあ、あんまり考えれないというか、ね、まあ、昔やったらありえないですからね。うん、むしろもそっちばっかり喋ってるわけですね。そうそうそう、最後の話の中にも龍神信仰が古代中国から始まったかのような例を出しつつも、うん、日本をはじめアジアの各地で水への感謝や恐れが蛇とか龍という具体的な形を取ったと発言されてるからね。うんうんうん、その起源は絶妙にぼやかしてるんですよ。うまいことね。そう、そして水に関わりが深い蛇神や龍神信仰っていうのはある場所を起点として起こり世界中に広がっていったということが何回も何回も強調してね、このスピーチの中で繰り返されてるわけですよ。はー、アフリカの水神マミワタもマヤ文明のケツァルコアトルも日本各地で見られる龍神信仰やウガ神、インド神話のナーガ神も全部繋がってるよ。うんうん、起源は一緒だよみたいなことを天皇陛下の口から何回も繰り返されるっていうのは歴史を覆すレベルの発言だとね、完全にね、私サムは思うわけなんですけども、皆さんはどう思いますかね。これはやばない、やばくない、歴史ちょっとグリンってしようとしてない。で、私サムはね、出雲の国移りからの天孫仁義の降臨、そして岩永姫を拒絶してこの花咲く姫だけを選んだ仁義の結婚エピソードっていうのが、うん、まあ、時代の大きな転換点を表してると思うわけですよ。はいはいはい。古代出雲族を倒して地上を支配した天孫仁義はなぜ岩のように眼見でいつまでも末永く続いていくというね、そういう意味を持つ岩永姫ではなく、うん、花の命は短いけども物質的な繁栄を意味するこの花咲く姫を選んだのか、そしてこの日本史上のエピソードっていうのは一体何を伝えようとしているのか、はいはい、よくよく考えていくと岩永姫の名前にはたくさんのヒントがあるんですよね。うんうん、まず岩永姫の岩には岩倉の岩という難しい岩の字が当てられてるんですよ。確かに。岩倉といえば先ほどもお話した通り縄文時代から続く岩倉信仰のことだと考えられますよね。実際に岩倉がある神社ではこの岩の字が当てられた神様が祀られていることが多いですから。そして縄文時代といえば1万年以上もの間戦争した形跡がなく自然との調和とか所有しないという文化、精神性を大切にしていた時代と言われてますけども、岩永姫っていうのはこの時代を象徴する女神だったのかもしれません。確
かに。つまり新居が手放したのは永遠の命だけではなく、うん、まあ、縄文の精神そのものだったのではないかってことが考えられるわけですよ。確かに。これ覚えてますか？ああ、覚えてますよ。これはね、ネイティブアメリカの平和の旅、ホピ族の予言の岩には、うん、人類が選択できる2つの未来が描かれてます。上の道と下の道で未来がはっきり分かれるよっていうね、うん、そういう予言ですよね、うんうん、上の道は頭と体が切り離された人々を表してると言われてます、うん、つまりハートを失って私利私欲で生きる物質的な人だらけになった未来ということですね。上の物質主義の道はみんなで手つないでるのに、最後の4人目が裏切ってね、隣の人にブワッと襲いかかってますよね。はいはいはい。そしてその後の線がビロビロってなってるのは、もう未来がぐちゃぐちゃになってるというか、ね、その人たちの魂が永遠にさまようことを意味してると言われてるんですよ。逆に下の道っていうのは利己的な考えを捨てて、うん、大地に根ざして感謝の気持ちを持って調和的に生きた未来と言われてます、うん、でトウモロコシみたいなのが育ってるし、うん、老人になるまで生きることができたね、人間の姿が描かれてますよね。ホビ族の予言っていうのは物質的な豊かさを選んだ未来か、うん、精神的な豊かさを選んだ未来、その二つを表してるわけですよ。うんうん。低層人間のエピソードもね、このホピ族の予言と同じく、うんうん、物質的な未来を選ぶか、はいはい、調和的な未来を選ぶかの二択に迫られ、その結果ね、花のように短い物質的な繁栄を望んだのだとしたら、今の日本は、新居が選択した通りの未来になってる気がしますよね。ちなみにね、宮崎県西都市に残る伝承の中に、うん、岩永姫は龍のような顔をしてたっていう、ほう、そういう伝説が残ってるんですよ。そうなってくると、うん、岩永姫の名前にある岩倉信仰を意味する岩の文字、うん、伝説に残る龍の姿、うん、そして岩永姫の名前にあるナーガというワード、おお、ほんまや、全てが繋がってくるんですよね。あららららほんまや。岩倉、竜神、そして水神と蛇神を意味するナーガの文字、うん、でこれらの情報をつなげると、やはり岩永姫っていうのは、うん、縄文の女神信仰そのものとも言える、うん、ずっと言ってきましてね、岩倉に宿る竜神だった可能性が浮かび上がってくるんですよね。あ、おもろ。まさに東北シリーズで掘り下げてきた荒はばきの考察にもガチガチにつながってくるんですよ。はあ。この時代のこのタイミングで、ワイタ家族の口伝が解放され、天皇陛下が公の場でね、友人について発言されるということはね、これは再び日本という国が、大きな時代の変わり目に立たされているということなのかもしれない。いや、そうよね。そしてこれはつまり、うん、これまで封印されていた隠された歴史が今ね、うん、この時代に表となっていくことを表しているのではないでしょうかっていう。いやー、まちげーねー。そういう話でございますよ。てか、天孫降臨、おもろ。そうなってくるよね。ここまでいろんなものが繋がるんやね。トゥランドブルグはこれからもさらにさらに秘密の歴史について深掘りしていきたいと思います。はい。ということで、本日の話はここまででございます。はい。で、明日の動画も、うん、今回の話の流れを組む内容となっておりますのでね。楽しみにしていてください。もう久しぶりに日本濃い感じのやつだね。来ましたね。来ました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。そして概要欄とかね、うん、コメント欄に、4月22日に YouTube では絶対に話せない。ガチトークライブの詳細や、はい、僕らの SNS もありますので、ぜひチェックしてください。お願いします。またね、いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE も概要欄から登録できますので、ぜひチェックお願いします。お願いします。で、まさきが大暴れ、大奮闘しているで噂の、はい、もう一つの YouTube チャンネル、トゥーランドクエストも大好評配信中でございます。いや、クエスト、クエスト。やってないです、流行ってへん。流行ってへん。そして YouTube で話せない裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも概要欄にございます。トゥーランドブログはいろんなことにチャレンジしておりますので、うん、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。それで、本日はこの辺でございます。はい。またね。バイバイ。バイバイ。